ちなえさん、かわいい、ありがとう。まちゃるさん、お断りです。こうじさん、ハート。 G2 さん、かわいい、ありがとう。大吉さん、かわいい、ありがとう。春坊さん、ソフト。ダーソクさん、お疲れ。右田ピッポさん、こうじさん、ソフト、ありがとうございます。ベミさん、しおなさん、ハート。新聞記者のともやさん、ソフト。みーつーるん、ありがとう。スタンプありがとう。こちらこそありがとうございます。まちはださん、ハート。ひろっちさん、アイスボー。コカジアさん、おたけさん、ハート。クックさん、としきさん、ソフト、ありがとう。ひろし BKK さん、アイスボー。しんちゃんさん、ソフト。エジリン、ハート。ガトーショコラさん、ソフト。フレーベさん、ソフト、ありがとうございます。ありがとう。あ、たくさんいただいてありがとうございます。そう、声がガサガサになりました。この3日間でもう声がガサガサになって、もう足も痛めて、もう全てを痛めました。明日は病院にも行きたいけど、その前に睡眠も取りたいので、睡眠と病院と行こうと思います。体のケアに使おうと思います。こんばんは。3日間あっという間に終わりました。そう、もう全部使い切ったって感じです。体力。こんばん。あのね、なんかもうなんか疲れてるって感じでもなく、もう体がバキバキでみたいな感じで、自分の意思とは反して体が疲れを感じてるって感じです。ありがとうございました。こんばんは。そう、足の甲がなんか腫れてて、今っていうか昨日から。で、今日なんか整体の方が来てくださったんですよ、初めて。めっちゃありがたくて、でもそのメンバーの待機列みたいな、なんか名前書いて予約制みたいな感じで、で終わった後にもまた来てくださいって言われたけど、終わった後もう反省会とか片付けとかで時間がなくて行けなくて、また自分でケアに行こうと思います。なんかね、本当にさ、初対面でさ、人の体の悪いとこ当てれるってすごくないですか。こう腰と膝ととかめっちゃ言ったんですけど、こうやって押して、あ、ここめっちゃ凝ってますよみたいな、もう凝ってるっていうか、筋肉がなんて言ってたかな、筋肉が傷んでますみたいな言われて、やばい。ちょっとね、木曜日また公演があるので、それまでに体のケアをしっかりしたいと思います。いや、皆さんも遠征とかしてくださった方々ありがとうございました。遠征しなくて近い方もありがとうだけど、移動とかもいろいろ、もう全てありがとうございます。こんばんは。そう、予約表めっちゃ人多かった。千穂さんのストーリーかなで上がってたんですけど、さらにあそこからまた増えてて、そう、シンドバッド立ち上がるときに、今日僕たちはシンドバッドだ披露したんですけど、シンドバッド立ち上がるとき、スカートの裾が、靴の、座るときに多分、スカートが地面について、その後靴で踏んでたから、立ち上がるときに立ち上がれなくて、で、しかもボタンがついてるんですけど、上の服と下のスカートで。ボタンがピリピリ取れて、上のシャツが出ててずっと。あー、もう最悪と思いながら、もう亀子タイムなのに最悪だって思いながら。そうなのよ。この前もなんかの時にリネタンがそれなっててね、気をつけようのない事故ね。そうなんですよ。こんばんは。
焼き麺、そう、瓦そばかと思ったら焼き麺らしくて、で、あのソラハさんのソラハさんが今日二人の写真を載せてくれたんですけど、焼き麺ですって書いたよね。焼き麺ですって紹介されてて、そのケータリングのコーナーで焼き麺っていう、あのスタッフさんが作ってくださったポスターみたいな貼ったとか、焼き麺って紹介したのに、なんかそれは瓦そばですみたいなリップがついてて、何個かあの広島のお好み焼きを広島焼きと言ってるもんですよみたいなこと書いてて、でもそれはあれは焼き麺、あの焼き麺というその看板メニューだそうなのであれは焼き麺ですあれは焼き麺としてお店で売られてるもんだからあれは焼き麺です。はい、もう誰が何と言うとお店側が焼き麺として提供している以上も焼き麺ですね。こんばんは、お疲れ様。もう明日はきっとメイクする気力もないんだろうなって感じです。うえーってなってる気がします。昨日ショールームで紹介したあのココアさんからいただいたとんかつはちゃんと寝る前に食べました。あのイモステレビで寝る前の食事をやめてくださいって言われたんですけど、人間ドックで寝る前の食事をするから逆流性食道炎になってますって言われたんですけど、もう昨日は許してください。ライブ2公演やってもうヘトヘトで帰ってきてお腹空いてたから、あれはもうあのチャラやあれはちょっとカウントされません。はい、いっぱい食べてます、安心してください。今日は前髪上げようと思ってたんだけど忘れてました。メイクが終わった後に気づきました。ちょっと前髪がもう邪魔なんだけど、もう上げようかな、上げとこうかな。もうボサボサなんですよ今日も。前髪がめっちゃ浮いてて、こんばんは。今日はマイハさんの卒業発表がありました。メールの方に書いたのでそちらをぜひ読んでください。もう事前に教えてくれていたので、そう、驚きはなかったんですけど、一期生さんがまた減ってしまってね。えで、サコとかも昨日からもう明日が来てほしくないってずっと言ってて、そうなんです。こんばんは。ね、寂しくなります。7月末までの活動なので、だから幕張のお話し会はいるけど、広島と大阪はマイハさんいらっしゃらないってことになりますね。いや、そうよ、寂しいよね。こんばんは。今日はなんかあのリコチが瓦そばを作るっていう瓦そばを曲中に作るっていう演出があって、もうね、昨日その7周年ツアーの連絡で来たんですよ。昨日か何日か前か忘れたけど、工藤が作りますのでよろしくお願いしますみたいな来たんですよ。え、どういうこと？と思って、え、曲中に瓦そば、え、どういうこと？と思ったら、今日あのリハーサルで会場行ったら本格的なちゃんとした瓦そばセットみたいなの作られてて、瓦そば作るためのステージセット組まれてて、材料もめちゃくちゃ用意されてて、そう、無事に完成しててそうなの、あっという間にできてました。しかも冒頭の2曲でできてた。そうなのよ、お疲れ様です。
ね、めっちゃお腹のすく香りがずっと踊りながら、お腹すくわとか思ってた。ちょうど近い位置だったの、踊るとこが。だからチラチラリコちゃんできたかなって思いながら見てて、ね、すごいですよね。でもなんか他にも、あのなんか楽屋で餅巻きしたいですみたいな言ってて、でもあのダメって言われてました。ダメです餅巻きが無理ならお菓子巻きとか何でもいいからなんかやりたいですみたいな言ってたけど、あのいろんな事情があって危ないですしね、当たったりしたら危ないから。こんばんは。そう、ムチ巻き、うわー、この髪の毛をまた失礼しました。ゲホゲホタイムでございました。席ゲホゲホタイムで止まりました。失礼いたしました。ゲホゲホ、うん、止めました。今自分でちょっと喉の乾燥が4公演あったから3日連続ちょっと喉の乾燥が、なんか口の端になんかいる気がする。いなかった。こんばんは。今日の髪はあのお出迎えの時はストレートヘアだったんですけど、ほどけちゃってボサボサなっちゃったから、始まる直前にメイクさんにすいません、他の髪型にやっぱ変えますって言って急遽やってもらった髪型です。急遽お願いした髪型でございます。また徳島と岡山では違う髪型をしたいと思っております。まつげ今日めっちゃ元気だったの。右目のまつげが今日すごく良くて、ちょっとライブ終わりだからメイクがちょっとボロボロ、近づいたらボロボロなんだけど、まつげ素晴らしい上がり具合でございますね。ムカデの足かなってぐらいしっかり一本一本の太さが出ております。まあ、中下今日は行けなくてごめんね。大丈夫よ、その気持ちが嬉しいです。ありがとうございます。また会える時で全然大丈夫だよ。うん、もう全部の公園に来ちゃってたらもう大変なことになっちゃうからね。あのいろんな私生活もだけど金銭面とかもろもろ大変になっちゃうのでね、そう、まつげ、まつぱとマスカラのおかげです。こんばんは。ムカデに刺された、やばい嫌な記憶を呼び起こしてしまいました。すいません。パセリのまつげムカデちゃん、岡山で会いましょう。よろしくお願いします。岡山、うわー盛り上がりそうや、宇都宮の地元や岡山、しかも最終日だぜ。今日 MC でまひなさんの話をしたんですけど、なんと本人に聞かれてました。本人次の曲登場するためにスタンバイしてて聞かれてました。終わった後にあのすいませんってすいません嘘ですって言ったんですけど、あ仲良くなれないって言ったよねって言われた、嘘ですって言って訂正したんですけど、えステージは嘘ってことみたいな言われて、嘘ですひなさんなんかいつもあのメイクの順番なのにいませんって後輩に言わせるんですよ。この前愛媛のツアーの楽屋が
なんかいろんな部屋があって、和室みたいなところで部屋が分かれてて、でマネージャーさんもどのメンバーがどの部屋にいるか把握できないくらいバラバラに分かれてたんですね。で、まひちゃんみたいな、谷口さんとかめっちゃ呼ばれてて、いろんな方に。で、私たちがいる部屋にもまひちゃんいるみたいなスタッフさん来たんですよ。したらいませんみたいな、菅原さんとかいません多分とか言っているのに、したらスタッフさん信じて他の部屋探し行ったりして、で後から来て、え、いるじゃんってなって、今戻ってきました言ってて、いやずっといたのに今戻ってきましたとか言ってて、そうめっちゃマイペースなんですよ。だから仲良くなりたいけど、そのマイペースさをのなんか何つかみどころのないというか、どこでこう距離を縮めようか測れない感じが難しくて、なんか沼にはまってしまったかもしれません。沼、マヒナ沼ね、難しい攻略。あ、ありがとうございました。お出迎えも楽しかった。お出迎え、お出迎え、今日山口メンバーがめっちゃ元気で、山口メンバーがっていうリコちゃんとマイハさんがめちゃめちゃ元気で、なんかファンの方にギャルみたいな言葉で喋りかけてて、ファンの方えみたいな、採用に困ってたんみたいな、おどおどしてたギャル語で喋りかけてた。こんばんは。今日はもうちょっと23時までの配信にしようかな。声ガサガサすぎるので、めっちゃあの気持ちは元気なんですよ。いっぱい喋りたいんだけど声がガサガサで、なんか機嫌悪い人の声量みたいになっちゃう、ガサガサすぎて。そう、なんか最初の2曲からもう喉カサカサすぎて、あ、やばいって。最近はペットボトルに龍角散の飴を溶かすやつをやってるんですよ。そしたらだいぶ歌いやすくなったし、私スモークで喉がやられるタイプなんだけど、そうスモークにも勝てるようになってたんだけど、さすがに4公演あったからちょっと龍角散もね、龍角散も効かなかったです。龍角散の飴を水に溶かすといいって、そうみちゅさんがやってたやつ。お疲れ様です。こんばんは。あんまりなんか水と思って飲むとおおってなります。でも龍角散の味好きだから龍角散と思って飲むとあこの味この味ってなるけど、なんかふとした時に忘れるんですよ。めっちゃ汗かいてステージから戻ってガブガブって水と思って飲んでおおってなるけど、うん、舐める時間がないからね溶かしとくんです。もう飴舐めたらもうすぐ出さなきゃいけないから、前まで舐めてたんですよ、曲と曲の合間とかで何曲書くときは舐めたりしたけど、もう全部なくなるまでに出さなきゃいけないし、衛生的にポイするしかないから水に溶かすのがなんかいいみたいな。そう舞台とか出る人はそうやってしてるって聞いて真似してみてます。最近こんばんは。マネージャーさんに預かってもらう雨お願いしますめっちゃ嫌だね帰ってきた、ありがとうございます。めっちゃ嫌だ、あ口の中にお願いします嫌だな、それが帰ってくるのもちょっと嫌だかも。試してみます、ぜひ試してみてください。
マイキューさんがサウナの今飲んだと面白かった。いや本当に、ね、普通さ飲まないじゃないですか。あれ突っ込みたかったけど、もうスタンバイできてるよっていうランプがついてたから、そう、もう触れなかったけど人のさ飲んでるドリンク気になってもなかなかこっそり飲むことはないわな。ないですわな。ねえ、面白いね。なんかコナンくん、名探偵コナンもさ、落ちてる粉とかペロッみたいなあるじゃん、ペロッこれはなんちゃらみたいな、あれもなかなかやけど、ドリンクもなかなかですね。そう、今日の MC はそんな感じでした。そう、めっちゃお腹すいた。お腹がなんかちょんまげになってる。お腹がペコペコ。なんかお腹空いてないけどお腹が空くみたいな感じです。まあ、だからさ、この3日間はライブがあったから食べてたけど、明日からはしばらくライブがないのに食べちゃいそうで怖い。このここ最近リハーサルとかさ、動くことが続いてたので毎週コンサートあって、でももう今週末はないんですよ。今週末サイン会だからないんだけど、もうこの動かない時に食べる癖が治らなかったらここで激太りが来る。やばいですよ。しかもウォーキングちょっとしばらく控えないといけないので、足をいたわるためにだからやばい、激ヤバです。めっちゃ今日も食べました、お弁当と。朝からレッスンがあったんですけど、レッスン終わった後にまず広島でとろろそばと、コンビニのあの大きいとろろそばとおにぎり食べて、で会場着いたらまさかのお昼ご飯が用意してあって、でもうボリューミーだったな。それもめっちゃ美味しくて、なんか山口で公演とかある時毎回中華なんですよ。でそれがいつも美味しくて、で中華いろいろ入ったやつ食べて、でそれでシュークリームも食べたし、めっちゃ食べました。あと焼き麺を食べて、めっちゃ食べたけどその分動いた。安心してください、食べてます食べております。うん、安静にします。明日はとにかく安静。水曜日はチェキ会、土曜日はサイン会です。体調もちょっとこのね、気を張った状態が一回こうツアー一旦期間が空く分、こう気持ち的にもね休みに入っちゃうから、なので、あの体調崩さないように気をつけたいと思います。頭のこれ面白い？確かにね、こうやって見たら何つけてるのってなるね。ポチャッコです。ポチャッコをつけています。クレヨンしんちゃんにする？クレヨンしんちゃんでもいい。クレヨンしんちゃんつけた方がおかしいかな、気になるか。いや私も曜日感覚本当にないです。今日は何曜日の気分かっていうと木曜日の気分です。木の気分だよ。今回少ない。いや、チェキ会申し込んでくださってる時ありがたい、ありがとうございます。たくさんいろんなお洋服と小物といろいろね、世界に一枚しかないチェキを作りますのでよろしくお願いいたします。届くまで
ちょっとねしばらくかかっちゃうけど待っててください。よろしくお願いします。半月ぐらいかな待つの。うん、お願いします。月曜日感覚、あーでもそれもわかるかも。私がなんで木曜日って言ったかというと、今目の前の壁が木目調だから、木目調だから木曜日って言ったかもしれない。もう頭が回らなすぎてそういう理由かもしれない。今目の前に水があったら水曜日って言ったかもしれないし、今なんか目の前で火が出てたら火曜日って言ったかもしれない。うん、木目か。もう見たものに全て脳みそを支配されてるかもしれません。月火水木木木木木。いや私も金曜日にライブがあったからね、今日月曜日って感じもする。確かに。やばい。芸術的素晴らしい。ピクミンみたいな、なんだこれは、やばいよ、なんか生えたよ、なんか生えちゃいました。ちょっと映らない、近づいたら映らない。ちょっと価格変えるから酔うかもです。ブレまーす。じゃん、あ、映んなくなっちゃった。どうしたらいいんだ。こうか。ほい。あ、やばい。あ、作ろうと思っても作れるものではないみたい。ちょっと頑張って。いけ。あ、なんか増えた。カブトムシみたいになっちゃった。クワガタか。クワガタみたいになっちゃった。なんか、アナと雪の女王のオラフみたいな。なんか。なんだこれは。あ、これにしよう、これにします。すごいね、カチカチや、スプレーで。今度これで出てみようかな、怖いん、びっくりされちゃうかな、メイクさんに止められるかもしれない。あ、ラーン。確かに横から見たらこんなです。見えてるの、私が見ようと思ったら横顔が見えない、見えない、見えない。見えてますか、横、横からの図見たら、私も横からのやつね、私がさ見ようと思ったら見せてくれない。うーん、時差なかった、時差ないから無理だった。いやいいね、今ルームに来た人は何事かなって思うよね。56分早すぎる。めちゃくちゃいろいろ話したいのに。話したい。待って、せたり。今日は、今日は、あ、シンドバッド。僕たちはシンドバッドだと。制服の重さと。あとは、自然淘汰主義と。あ、今回の7周年ツアー始まって、今、兵庫、香川、愛媛、広島、山口だったんですけど、今日で1曲かもしれない、今現在 STU 曲で披露されてないやつ、あれを除いて、ご当地バージョンとかを除いたら、バージョンとかを除いたら、もしかするとあと1曲かもしれない。止まらないでおくれ。こんばんは。やばい、やばい、シナノソラハから LINE が来た。助けて、だってカヨムシが出たらしい。
自分で何とかして助けるねとか、この前助けるねとか言ったけど、いやもう自分で何とか言ってよ。カメムシ、また最近カメムシが多発してるんですよ。そうだな、半目で止まってた、最悪。半目今日ツイートしちゃった。そう、角が生えました。向上心の表れです。上に上に行こうっていう向上心の表れがこれになりました。カメムシ助けて、だって助けるか、いつも助けてもらってるし。カヤムシ今日会いました、やばい、会いました、会いました。どうでしたか、元気だった？カヤムシ元気そうなら何よりです。助けに行くか、ソラハ助けに行くぞ。私カメムシ大嫌いですよ。なんか私さ、そう去年からメンバーのカメムシ退治係みたいになってるけど、私もカメムシ別に好きじゃないし触れないし何もできない、ただ騒がないだけなのに、そうカメムシ退治係になぜか任命されてなんでなんですかね。パセリのせいにされてますね。パセリのせいなんですよ。今、シナの空ハケにカメムシがいるのは私のせいらしくて、私が家に入るときに一緒に連れ込んだらしいんです。パちゃんが来るまで家の外にいたのに、パちゃんが来てから家の中に入ってきたって言われて、もう私のせいなんです。だから私が今回ばかりは退治しなければいけません。はい。頑張ります。うん、そうなの、ここ2日ぐらい見失ってて、家の中でどこにいるか分かんないじゃんって言って、見つけてよみたいなずっと言われてたから、よかったです見つかって。私が退治します、心を込めて、あのえいとかやらず、ちゃんとね自然界に返す。だってカメムシだって生きてるんだもん。自然界に返そう、自然界に帰ってもう一生来ないでくださいって契約を結ぼうと思います。カメムシもその角にビビるね。確かにこの角で来たら、何巨大な、この巨大な動物はみたいななるかな。よし頑張るか、頑張ろう。行ってきます、謝罪しないと。私のせいでカメムシが家に入り込んでしまい、大変申し訳ございませんでしたって言って、はい、退治したいと思います。皆さん見てくださってありがとうございました。また明日は、あのここ3日間はちょっとライブ終わりで、まあ、汗で落ちてるにしてもメイクをした状態だったんですけど、もしかすると明日はまた、あの違う顔で出てくるかもしれません。日替わりユニットみたいなもんです、日替わり顔、よろしくお願いします。ありがとうございます。はあ、くしゃみが出そうだった。ギフト、ギフト、ちょっと待って、見えなくなっちゃった。もしかして隠れタワーしてくださってましたか？ありがとうございます。ちょっとじゃあ明日ちょっとあれだから、メイクしてる日に書かなきゃ、お礼ね。ありがとうございます。ちょっと壇上スクショしときます。ありがとう、ありがとうございます。いやなんかたくさん、そう同じやつを送ってくださったかもしかしてと思ったけど、数えてなかった。なんか数えるのも失礼かなと思って、なんか期待をしてる感じが、タワーだわこれはみたいな感じかな、出ちゃうかなと思って数えなかった。ありがとうございます、自己申告ありがとう。それでは壇上を読んで
終わろうと思います。ありがとうございました。ちょっと今日はヘトヘトボイスで失礼いたしました。ありがとう。広島山口ととても楽しい時間を一緒に過ごすことができて嬉しかったです。今回来れなかったよって方もまたどこかで同じ時間を過ごせたらと思います。今から帰ります。気をつけて気をつけて、門限までに帰りなさいって。じゃあ門限は、あ、もうでもこんな時間だった。気をつけて帰るんだよ。ありがとうございます。それじゃあ壇上いくよ。13位カメさん、12位スケオさん、11位ワウワウさん、10位クアドリさん、9位ジンダイさん、8位メロンのあそこさん、7位スプマンテさん、6位ユタパパさん、5位ユータくん、4位台湾ジョジョさん、3位Z さん、2位 G2 さん、1位イサナコさん、ありがとうございました。皆様また明日から1週間共に頑張りましょう。めずめず体調元気もりもりなので、またエネルギー回復したらいっぱい喋りましょう。とにかく明日はゆっくり体を休めようと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。カメムシ退治頑張ります。ありがとう。